この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、どうもゆうです。今回はですね、ちょっと昼間撮ってるんですけど、あまりにも日差しが強すぎて暑いっていうのと、なんか光がねうまく当たらなかったので、すっごい写り悪かったんで、急遽ちょっとデスク周り撮影してます。で、今回のレビューはですね、こちらです。まあちょっと前のモデルなんですけど、ジョイテックの eBig Basic、 こちらは今回ウェブログショップさんの方より提供いただきました。ありがとうございます。さあ、最近ね、ミニボルトからスタートして、ナゲットやら何やらっつって、こういろんなちっちゃい機種が出てるわけなんですけれども、これは一応そのまあ定評があるジョイテックのね、eBig のちっちゃいやつみたいな感じです。じゃあ早速手元で解説していきますので、そちらご覧ください。どうぞ。それではジョイテック eBig Basic やっていきます。箱の中身こんな感じです。まずこれが eBig Basic とキュービスプロタンクの、本体のセットですね。かなりちっちゃいですね。で、これがチャージ用兼、これファームウェアアップデートもできるのかな、 USB ケーブルと、でこれアテンションカードなんですが、5ドロップアトマイザーヘッドに先に垂らしてくださいと、まあアトマイザーの注意点ですね。コイルのグラフが書いてありますね。ダイレクトラング、マーストゥーラングに、要はこのコイルはこれぐらいこの使い方には合ってるよみたいな感じですね。はい。で、これがキュービスプロアトマイザーのユーザーズマニュアルになってます。ドリップチップとトップキャップと、で、ミッドのこのピースと、普通のキュービスとちょっと違うんですかね。で、これがマニュアルですね。また後で説明します。ワランティーカードと、で今回この2つコイルがついてるんですが、ちょっとこっちがね初めて見るタイプですね。でこっち側のコイルが 0.5 オームのダイレクトトゥーラングになってますけど、かなり小さいですよこのコイル。でこっちはというと、これも初めて見たんですけど、ニューコイルプレフィル E ジュース、ちょっとこれ開けてみましょうか。プレフィル E ジュースとのことなんですけど、多分これがジュースコントロールになるんでしょうね。まず基本の操作説明ですね。電源のオンオフは 1,2,3,4,5 回クリックでオンになります。ここの本体の底の部分にですね、プラスマイナスというふうにこのボタンが設置されてます。ちょっと小さすぎるので爪で押すような感じなので、使いづらいのは使いづらいです。でここの小さな穴は本体のリセットボタンになってます。でここがバッテリーのベントホールですね。で510のスプリングアジャストのスレッドですね。本体ファンクションのここのパフボタンを3回押します。3回押すとこのパワーモードが今点滅してますね。でこっち側の右側のプラスボタンを押すと、バイパス、時計モード、テンプコントロール、 TCR という風になります。でこの左のボタンを押すと、こっちのアンペアの方にね移りますね。パフカウント、タイムス、表示される項目を変えることができます。でもう一度左を押すとこっちに戻ります。で次もう一度プラスを押すとモード変化ですね。で時計モードで、次に NI、 このテンプモードに来た時にここでマイナスをもう一度押すと、母材のね NI、TI、SS、 この切り替えができます。でもう一度この左側のボタンを押すと、イニシャルのパワーのワッテージですね。でここの項目に来るとマイナスプラスどちらでもここで上下ができます。で一度ファンクションを解除して、このままプラスボタンを押していくと温度のセッティングができるようになります。摂氏華氏の切り替えなんですが、下限まで一度落として摂氏華氏の切り替えをできますし、逆に上限まで一度上げてしまってもう一度落とすと、次の項目のこの切り替えの一番最低値に収まります。でキーロックといって、このプラスとマイナスのボタンを両方同時押しすると、これも今キーロックになっているので出力の調整はできないようになりました。解除したい場合はもう一度長押しをするとアンロックです。ステルスモードのやり方は、マイナスのこの左側のボタンとパフボタンを同時押しします。そうするとステルスオンで、もう一度解除する場合も同時押しでステルスオフ。次にスクリーンの表示時間のセッティングです。まずこの右側のプラスボタンとパフボタンを同時押しします。そうするとスクリーンのセッティング画面に映るので、1分から最大30分までセッティングができます。次にプラスボタンを押すとロゴのオンオフの切り替えができます。でファンクションは右側のプラスのボタンで次の項目に移るので、マイナスでコントロールをします。
で最後に余熱のセッティングですね。項目の選択はファンクションのこのパフボタンなので、先にこの状態でマイナスボタンを押し続けるとまず数字が動きます。その状態でプラスマイナスでセッティングを行います。で次に余熱の時間ですね。こっちにパフボタンを押して、このセカンドのセッティングになります。一番下まで来るとオフですね。 0.1 秒から 0.1 秒刻みで最大2秒までセッティングすることができます。で余熱設定が終わったらパフボタンをもう一度押せば通常の画面に戻ります。動作されている警告機能ですね、10セカンドカットオフ、アトマイザーショートサーキットプロテクション、でウィークバッテリーアラーム、本体 2.9V を切るとウィークバッテリーと出ます。ちょっとこれ遅いですね。本当は 3.2V とか 3V ぐらいでね警告が出てもいいんじゃないかなと思うんですが、次のローパワーアワーアラームっていうのが 3.3V 以下になると出ます。これが逆にもう普通にウィークバッテリーでいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。アンロッキングバッテリーロー、ローボルテージプロテクションも働きます。アトマイザー低抵抗プロテクション、 0.1 オームを切った場合はアトマイザーローと表示されます。でテンパラチャープロテクト、テンパアラートは本体温度が70度を超えた場合デバイストゥーホットと表示されるようになっています。次キュービスプロのアトマイザーの解説です。ドリップチップは通常の510のねオーリング式になってます。ここ外れますね。でコンタクトは510なんですが、ちょっとデシロは少ないように感じるので、他に使う場合はね必ずテクニカルで使った方がいいと思います。この本体のリフィルなんですが、ここを開けてもらいます。まずここのトップキャップを開けると、ここでリフィルが可能ですね。でエアフローのアジャストはこういう風になってますね。でこれを引き抜くとオーリングでね、止まってるだけなので分解洗浄も簡単です。そしてこのエアフローをグッと回してもらうとコイルベースの脱着になります。コイルなんですが、こっちが今回追加で新しくなったんですかね、マウストゥーラング用の 1.5 オームのクラプトンコイルになってます。ちょっと字がかなり見づらいですね。でそこの方にジュースコントロールも標準搭載されてます。コイルの脱着交換はすごく簡単です。こちら側のねネジ山に普通にねじ込んでいくだけです。でここでしかジュースコントロールが効かないので、必ずねコイルを外した状態で調整をしないといけません。でコイル組み終わったら一度ベースごと組み付けます。これでアトマイザーの準備は完了です。マニュアル TCR の TCR 数値のセッティングの仕方は、電源がオフの状態で右側のボタンとパフボタン同時押しします。はい、こういう風に TCR のセッティングが出てきますね。でマイナスボタンプラスボタンでこの選択してもらって、でどれをいじるか決定したらパフボタン一度押してもらって、ここでこっちにスクリーンにね映った瞬間にこういう風に上下のボタンで TCR のセッティングを行ってください。 TCR セッティング値1から MAX999 までです。セッティングを終えたい場合はもう一度5回クリックして電源オンの状態に戻ってもらえば OK です。次に抵抗値のロックの仕方なんですが、まずファンクションで 1,2,3 回押してもらうと NI ですね。で次にこのコイルの抵抗値のとこまで点滅を移動させます。そうすると右ボタンを押してもらうと、ここで今ロックがかかりました。これで抵抗値のロックで、これでロックができました。画面の反転はここのスイッチの真ん中ですね、この真ん中をプラスマイナス同時押しでグッと押してあげると電源オフの状態でこういう風に切り替わります。で好みで止めてください。でファームウェアアップデートのやり方説明します。まずファームウェアアップデートをする前に本体のバージョンの確認をやります。今現状電源が入っていない状態ですね。この状態でパフボタンを20回以上連打してください。はい、バージョン 4.02 ですね。でこれが確認できたら、今最新のものが、11月の12日の時点で 4.14 となってます。で最新版をジョイテックのホームページからダウンロードしてもらって、でその後準備ができたら USB ポートにつないでアップデートを実施します。ファームウェアアップデートのやり方ですが、まずジョイテックのホームページに行きます。そして EBIC Basic 60W を選びます。で選ぶとこのトップページのところですね、Click to learn more about the EBIC Basic 60W and new firmware 4.14、 こちらをクリックします。そしてこのページに移ったらファームウェアアップデートのラステストバージョン、ファームウェア 4.14 で、僕は Windows を使っているので Windows で、今回はちょっと右クリックで
名前をつけてリンク先を保存 でデスクトップでもう Joytech っていうフォルダを作ってあるのでここに ZIP ファイルでダウンロードします。 Mac の方は、Mac でやってください。でファームウェアがここに ZIP ファイルであるのでここに回答します。そうするとフォルダの中に出てきます。で灰色になってたところがここがアップデートとあるのでここを青色になってるボタンを確認してアップデートを行います。本体は絶対に満充電の状態で行ってください。でこの bin ファイルを開きます。成功するとファームウェアアップデートコンプリーテッドというふうに出ます。でここでロゴのカスタマイズも可能になってます。ビットマップファイルですね。もともとこのサイズのもので同じビットマップ形式であればどんなロゴでも制作可能になってます。でファームウェアアップデートが終わったらエグジット終了です。ではバーンテストしていきます。設定温度 430F NI モード、イニシャル 35W です。ドライ状態は問題なしと。はい、パフカットが入りました。ほぼほぼ焦げてないですね。次ウェット状態でいきます。ほぼほぼ焦げてないですね、はい、では続いて TI のドライ状態でいきます。はい、転生カウントカットオフ入りました。残念、燃えちゃいました。では続いてウェット状態 TI でいきます。はい、10秒経ちました。ああ、これぐらいなら全然大丈夫ですね。使えそうですね。はい、では SS316 ドライ状態でいきます。ああ、まあまあ優秀ですね。じゃあ次リキッドつけた状態で。じゃあ次 SS ウェット状態です。はい。おお、まあまあ優秀な方じゃないでしょうか。はい、ではやってきました。eBIC Basic なんですけれども、ファームウェアアップデートで予熱セッティング可能にはなったんですが、基本そんなにいらないかなと。もともとのスイッチレスポンスがかなりいいので。今、1.5 ohm のクラプトンの MTL のコイルで吸ってみます。あ、まあまあですね。味も、リストも。でもちょっと味薄い気がしますね。なんだろう、あと最初ねすごいジュルジュルきましたこのコイル。今、まあ、ジョイテックだけじゃないですけどやっぱマスプロ品のコイル波がすごいですね。ちょっと微妙ですね。ちょっと 0.5 ohm に変えてみます。今 0.5 ohm のコイルに変えてみました。吸ってみます。バイパスモードにしました。コイルの入り口ちっちゃかったけど、ドロー軽いですね、これ。何これ。まあでもミストはこんなもんですね。はい、吸ってみたんですけど、アトマイザーそのものの性能はなんかアイサブ V とあんま変わんないような気がするんですけど、ドローはかなりタイトに効いてくれますね。ノンステップのスライダー式のアジャストなんですけど、アジャストの穴が5つ開いてます。ここですね、5つ開いてるので、まあ実質的にそのステップでこう調整ができるような感じにはなってるんですけど、ただアトマイザーそのものの性能っていうかポテンシャルそんな高くないような気はしますね。コンパクトに持ちたくて、まあちょこっと使うぐらいの人の用途には合うとは思います。ただしこれやっぱり内蔵型バッテリーなので、まあ 1500mAh っていう結構な容量を取ってもらってるんですけど、バッテリーの寿命を来たら買い替えになっちゃいますからね。ちょっとその辺どうなのかなと。ちょっとこの浅いアトマイザーの口金は問題かなと。これ全般的に言えることなんですけど、コンタクトが短いアトマイザーもたまにあるので、稀にその接触不良とかね、チェックアトマイザー出ちゃったりとかもすると思うんで。こんな感じでスモークトリックぐらいは余裕でできるぐらいの性能はあるので全然いいんですけど、そうですね、あとやっぱり温度管理に関してはインターフェース的にやっぱ扱いづらいです。正直あんまりこれっていう感じで進められないですね。本当これぐらい簡単に使えるんだったらもう別に V ワットだけでいいと思うんですけどね。
インターフェースのそのファンクションにしろ何にしろ、ちょっと今から一発目初心者で使うっていう人には向かないです。あくまでも今現時点で VWAT キー、まあ、TC 機種を使っている、まあ、経験者の人で、まあ、ちょっとポケットに忍ばせておきたいなとか、コンパクト機種が欲しいなっていう人には全然いいとは思うんですけど、それ以外のメリットがあんまりないです。あと一応パススルー充電の状態で使えますが、使わない方がいいです。やっぱりあの本体かなり熱持ってしまいますし、あと充電は気をつけた方がいいですね。やっぱ内蔵型なんでね、放熱性はそんなに正直良くないです。あのアルミなんで、まあ、立ち位置的にはやっぱ経験者の人じゃないとちょっと進めづらいかなという機種ですね。はい、というわけで今回はジョイテック eBIC Basic の紹介でした。今回商品提供いただいたベプログさんのホームページ下に貼っときますんで、またよかったら見てみてください。こちらからメルマガ登録できるようになっているのと、あとよかったらこちらからチャンネル登録の方お願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったら、ぜひグッドボタン &SNS 等でシェアをしていただけると幸いです。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いいたします。